こんにちは、アスロニです。今日お知らせ的な短めの動画になると思いますけれども、ちょっと本題の前に少し喋りたいんですが、最近アップしているおたいオーディオさんとのコラボ動画、大変ご好評いただいておりまして、本当にありがとうございます。再生回数が伸びてるっていうのもあるんですけれども、いただいてるコメントがね、本当に温かいというか、オーディオって楽しいよね、そうだよねっていう熱であったり、もっとこれからもオーディオ系の動画頑張って作れよと応援されているような、そんな感じを受けております。本当にありがたい限りで、これから頑張っていきたいなと思っております。はい。で、本題なんですけれども、これ、覚えてますでしょうか？昔からご覧になっている方は知ってるかもしれませんけれども、リーパイっていうところの、LP2020A プラスっていう、これプリメインアンプです。デジタルプリメインアンプ。これめっちゃ話題になったんですよね、当時。めちゃくちゃ売れました。それから、こちら。今真空管挿してないんですけれども、これ真空管のプリアンプです。なんていう型番だったかな、チューブ 01J というモデルですね。これも大変人気のモデルです。で、この2つを出しているところが、ノースフラットジャパン、まあ、略して NFJ という大阪にある会社なんですけれども、今日その NFJ さんから連絡があったんですよ。で、その、NFJ さんが、今度、FX オーディオチューブ P01J という商品名で、シングルエンド純 AQ 真空管プリメインアンプをリリースします。イエでですね、写真はこちらなんですけれども、これ本当に蔵出し情報というか超速報なんですけれども、おそらく今夜日付が変わる頃にプレスリリースされるはずです。で、プレスリリースされる前に、もう先に、情報をいただいて、もう情報先出ししちゃっていいよという、了解をもらっているので、こうして動画をアップしてるんですけれども、これね、私、これまでの商品見てますから、知ってますから、わかるんですけれども、NFJ さんが、真空管プリメインアンプを作るっていうことで、下手なものは絶対出してこないと思います。で、私もまだ音は聞いてないので、何ら保証できることはないんですけれども、いいもんだと思います。必ず。で、商品の内容を見ているとですね、今回も、かなりの大ヒット商品になるんじゃないかなと。っていうか、正直確信してます。そういう商品でございますよ。で、私も知らなかったんですけれども、このチューブ 01J、発売が4年前ですね。もう4年も前になるんですけれども、これ大ヒットしたらしくって、この系列、派生モデルとかもあるんですけれども、累計5万台以上売れてるそうですよ。すごいですよね。これ真空管のプリアンプです。で、今回出るのはプリメインアンプですので、例えば CD プレイヤーとスピーカーとか、それから USB、パソコンがあって USB ダックとスピーカーがあればもうそれだけで完結するものです。そういう商品ですね。で、いろいろ面白くてですね、特徴ね、ごくさらっと、短めにお伝えしますけれども、プリアンプ弾、パワーアンプ弾ともに1チャンネル1真空管のシングル構成だそうです。で、それから、電源周りが私詳しいことわからないんですけれども、いろいろ工夫されているそうで、AC アダプターを使うタイプみたいですね。で、大きさは、設置面積が B5 用紙の3分の2のサイズだそうです。入力が2系統あって、1つが通常のライン入力で、もう1つがフォノ入力なんですね。なんで、レコードプレイヤーもこれ挿して使えるんですよ。面白いですよね。で、それから、正面の真ん中に、フォン入力ジャックがありますので、これね、純 AQ 真空管ヘッドフォンアンプでもありますので、ヘッドフォンをお使いの方はこれ、ヘッドフォンアンプとしても使えますので、非常に面白いと思います。カラーはブラックとシルバーがあります。で、お値段なんですけれども、これ2パターンありまして、1つが、ベースモデルというもので、18,800円、カッコ余価となっております。で、かつこれ発売日も未定です。で、これ担当者の方に聞いたんですけれども、正直このベースモデルはそんなに売りたくないんですって。なぜなら、音質面で不利な部分があるから。だそうで、いつ発売になるのか、最近、いろいろと、中国からの入荷がね、時間がかかったりするっていうのもあって、いつ発売になるか、まだわかんないって言ってました。
で、今回おすすめするのはチューニングモデルというもので、合計4本の真空管を使うんですけれども、これのマッチングテストを行った特別モデルということなんです。こちらが標準価格 31,800 円となっております。これお値段が 18,800 円と 31,800 円ってかなり開きがありますよね。同じ商品なのに。で、これなんでかっていうと、真空管っていうのは、一本一本それぞれ特性にばらつきがあって、で、例えば2本使う真空管アンプであれば、その2本がちゃんとマッチングしているか、特性が揃っているかっていうことを事前にチェックしないといけないんですよ。で、実際に測定用の機械に真空管を挿して、で、例えば30分ぐらい暖気した後に数値を測定するみたいな、すんごい地味で時間のかかる、手間のかかる作業を人間がやってるんですよね。これ、NFJ さんがやってるんですよ。なので、なかなかたくさんの量を用意することができないっていうこともあって、これだけのお値段になっているということです。で、なんでこんなに慌てて動画を撮ってるかというとですね、初回販売台数がわずか30台なんですよ。で、これ間違いなく速攻で売り切れると思います。で、売り切れた後また随時、また販売もするんですけれども、4月の半ば以降とかになったりとか、時間がかかると思うんですね。で、その30台の販売が、本日夜日付が変わる段階ですね。正確に言うと3月20日の午前0時から、予約受付を開始します。で、かつ、これね、抽選らしいんですよ。先着ではなくって。で、抽選だったらそんなに急がなくてもいいかと思うかもしれませんけれども、そうじゃなくて、これ抽選申し込みが多数入ってきた場合は、もう結構早めに打ち切っちゃうそうなんですね。なので、まあ先着とまでは言わないけれども、かなり早めに締め切られる抽選販売っていうことになりますので、いち早くお伝えしたかったということでございます。下にリンクは貼っておきますけれども、3月20日、まあ、今夜の夜0時に、その URL が使えるようになるはずです。そこで予約注文をしたらですね、当選すればまた連絡が来るっていう形になりますね。で、この予約購入をされた方には限定特典っていうのがありまして、まず一つが送料無料。それから、本来別売りの AC アダプターが無料でついてくる。それから、チューブ P01J の、専用設計の真空管トランス保護ケージっていうのが一つプレゼントされるらしいです。これはどういうものかちょっとわかんないんですけれども、まあ、合計3つの特典があるということです。以上です。私にも1台無料で提供していただけるということなので、おそらく4月に入ってからにはなるとは思うんですけれども、レビュー動画もアップする予定でございます。気になる方はいち早くチェックしてみてください。それでは。